風花町の風に吹かれてこうさーっと雪がですね舞ってる、そういうのを風花ということでですね、そういう歌です。まだですね、あと、もうちょっとですねお付き合いください。私ですね、出身が大隅半島の紀北町というですねところの出身なんですけど、紀北町は海がないんですね。海がなくて、私小さい時から海にですねすごく憧れがあったので、今度ですね、まあちょっとそんな歌を作ってみました。海への憧れという。Mother
変となってますけどね、本当にもうかわいそうにね、なんでちょっとプーチンバカと言いたくなりましたね、後にね。でも平和ですね、日本が戦争に巻き込まれることがないようにもう祈るしかないんですけど、ね、本当に困ったもんです。どうにかなりませんかね、あれね、プーチンさんは。プーチンがなんか引き、ね、やめればね、責める気持ちを、なんでああいう責めちゃったんですかね。なんでメリットがあるんだろうと思うんですけど、困ったもんです。はい、では、もう時間が最後なのかな、ちょっと時間がですね、ですけど、もう枕崎のですね、イベントでチャンサネさんという人がおります。あの方にですねのイベントがありまして、その中の 神様をですね、なんか回ってるようなですね、そういうのがありましてね、あったね、雪宮さんも一緒に来たんですけど、その時にですね、お花だったら歌を作ったけんと言われまして、その時ですね、その行く日の朝に出来上がった曲です。田んぼの歌ですね、田んぼの歌、田の神様の歌を歌いたいと思います。どうもありがとうございます。Thank you.